こんにちは、ぬいこです。今日はアームカバーを作ります。参考になりそうなものを3つ用意しました。こちら2つは私が作ったものです。こちらはレッグウォーマーなのですが、寸法の参考になればと思ってこちらに用意しました。今回作るのはこちらの生地です。先日こちらでトップスを縫いました。残りの端切れでアームカバーを作ろうと思います。寸法ですが、手首に巻くものなので、あんまりここの手首の寸法が一周してみて緩いといろいろ作業するのに日常生活に邪魔だと思うので、寸法迷った時は生地を直接手首に巻いてみてください。で、どのあたりかな、これぐらい細い方がいいな、もしくは緩めでこれぐらいゆったりしたのがいいな、お好みあると思います。また生地の伸び具合もそれぞれ違うと思うので、あんまりきつすぎてここ着脱するときにすごくきついと使うの嫌になっちゃうので、その辺も考えながら自分でこう適当につまんでみます。これぐらいかなと思って、で手がちゃんと出入りできるなっていう寸法を指で押さえておいてここを測ります。今回私これぐらいにしたいので、2つ折りにして端から4センチぐらい外した距離がいいですね。これこっから先が出来上がりなので、これ幅が 12.5 あるので4引いて、7.5 ですかね。 7.5 のところをこの幅にしたいですね。で、丈ですが、前回これ作った時はもうこれ生地がこれしかなかったのでちょっと短めなんですね。まあでもこれぐらい欲しいなと思うので縦の長さ、これを参考にします。こちらが、13.5 ですね。これぐらいあっても冬場とか寒い場合はいいと思います。生地がそれだけ残ってるとか、ご自分の好みで丈は決めてください。袖口にこの口の幅に関してもそうですね。はい、では寸法が決まったので、ここから、メモを取って実際に何センチ幅、何センチ丈の生地が必要かを計算します。先ほど決めた袖口の幅、横ですね、これが 7.5、 丈が 13.5 でした。で、袖口も丈もいずれも表側というか裏側一周ぐるりと輪になってます。丈に関してもここでこのままつながって後ろもあります。なのでそれぞれ倍をします。2倍してさらに縫い代1センチずつつけたいので、7.5×2、 7.5×2 足す縫い代1センチ1センチで2センチなので、横が15、17、これ幅ですね。横幅って書いた方が分かりやすいですかね。横でいいですかね。で、縦の方ですよね。これが同じく表側裏側とあって、プラス縫い代11で2センチ必要なので 13.5×2 足す縫い代2で27、29ですね。横が出て縦、横17センチ縦29センチの生地を、左右あるので2枚取ります。なお今回アームカバーという形でこちらを作りますが、こう普通に腕に入れていただいて構わないんですが、伸び具合によってはこれ足でも使えます。なので、私よく洋裁をすると端切れが本当にいっぱい余ります。ね、捨てるには忍びないけど洋服にするには全然足りないという時に、なんかこう端切れがどんどん残っていくんですね。なので、この今回作る、アームカバー、アームウォーマーっていうんですかね、アームウォーマーだったりヘアバンドだったりいろいろ作ったりしてます。
はい、では裁断していきます。こちら生地のここが耳なんですね。なのでまあこう縦地で、で柄に沿ってこれが横地なんですが、カットソーの生地は ほぼほとんどの生地こうなんかこう歪んでます。もうこのままなんていうんですか、歪んだまんま柄に沿ってる、で縦も沿ってるっていう形で、要するに真四角じゃない形で取ります。で今回横が、17ですよね。17なので、どうやろうかな。耳は使いたくないんですが、ちょっとここ少し目が詰まったりしているので、この有効な幅が24ぐらいありますね。そしたら17取りたいから7センチぐらい削れるから、5センチぐらいちょっと削っちゃいますね。耳を省くということで5センチ平行に線を引きます。で、こういう水で消えるマーキングペン、こんなの使ってもいいんですけど、結構この生地ふわふわしててすごく色移りが悪いのでこれを使います。ローヤルパウダーチョークというものですね。これ中に、チャコの粉が入ってます。ここに歯車がついてて、これがくるくるっと回ると中の粉が歯車に一緒についてきて、こんな風に線になります。これ非常に便利です。ただ手でこうパッパッパッと払ったりすると粉なので取れてしまうので、まあ、そういうことないように気をつけながら引きましょう。で5センチのところ、ここはもう使わないです。でそこから17センチの平行線を引きます。これは縦地を取りたいので17ですね。17で引いておきます。で縦が29ですね。結構距離ありますね。よいしょ、もうちょっと延長しますね。5センチの平行線、あ足りないかな。で17ですよね。ここまでしか取れない、足りないかもしれない。29、あ取れますね。33あった。で次をどうするか、このまま縦の線に対して水平やると思いっきりずれるので、そういうことはしないで、ここで柄で切っちゃいます。そうすると正直真四角ではないですが、でここから29ですね。どうやるかな。29ってとここですね、この人ですね、ここの柄の上のところ、この柄もうこれ線引かなくても全部このストライプのここだよって位置が分かれば切れますね。でこれで一旦切っちゃいますね。で切るときはハサミは机の上に置いたまま、下の歯は滑らして上の歯をカクカク動かして切ります。生地を持ち上げては切らないです。基本的にはこれ1枚だから持ち上げても大丈夫なんですけど、2枚重ねて切るとき持ち上げたりするとずれるので、必ずこういう感じですね。机の上からハサミを離さないようにして切ってください。でこういう角は少し切りたいところよりもちょっと上まで切るとハサミ入れやすいです。こんな感じで切ります。でこれを縦切ります。よいしょ、はい切りました。で見ていただくと分かると思いますが、こう歪んでますね。でも気にしません。気にしないで多少こう足りない方に引っ張って、もう手で無理やり矯正かけます。
で、これで、まあ、あのカットソー生地なのであんまりやるとここがビル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 伸びてきてしまって、寸法が伸び長くなってしまって縫い合わせの時難しいかもしれないので、ほどほどにしてください。で、できました。で、少し歪み取れましたかね。で、これをもう一枚、左右あるのでもう一枚取ります。はい、ではこちらの長い方同士をまず縫います。2つ折りにして、で、この時あの生地自体がもう真四角じゃないのは先ほど見てお分かりだと思うんですが、真四角ではないので2つにパタンと素直に折るとなんかこう歪んでて合いませんですが、無理やり矯正します。で、カットソー生地結構こうやってあの自由に融通効くので、こう合わせてこう押して摩擦でこうくっつけちゃうと結構縫いやすいと思います。こうぴったり合わせた状態で縫います。で、糸ですがこう伸びる生地なので、縦よりもまあ横が伸びるんですけども、一応ニット用のこれフジックスのレジロンっていうミシン糸です。ミシン糸ですがこれ手縫いで使います。で、こちらを一本取りで縫っていきます。で、よいしょ。こちらをまあ縫うのがこの距離なので、針の先がちょっと残ると思えば、まあこれぐらいあれば十分ですかね。まあ、このあと袖口も縫うのでもうちょっと長くてもいいですけど、切って、針に通していきます。針に通します。で、糸の端っこ、お尻の方ですね、こちらは玉留めします。玉留めは糸の上に玉留めした位置のところをこう針とクロスさせます。で、2回ほどくるっと回して、で、回したら親指と人差し指でしっかり挟みます。ずれないように。で、針をグッと引っ張ると今クロスした位置に玉留めができます。で、あの生地が網が緩くてとか織りが緩くてスカスカちょっと透けて見えるような生地の場合は、玉留めを今2回しましたが、例えば3回とか4回とか大きめの玉にしてください。では縫っていきます。端から端まで縫いたいです。で、縫い代が1センチついているので、こっちの縫いたい方向のここから端から1センチのところを縫います。で、まあ右から左に縫っていきますが、最初ちょっと返し針をしましょう。まあ、この辺でちょっと針通したら一針すくったら、この時にギュッと引っ張っちゃうと、多分玉止めすると抜けちゃいます。なので最初はあんまりきつく引っ張らず、で、少し返し縫いします。で、返し縫いすることによってギュッと引っ張っても玉止めが抜けにくくなります。で、私は心配なのでもう一度ちょっとバックします。引っ張っちゃった。さらに、今糸が後ろに来てるんですけど、この端っこをこう通したい、上をこう渡りたいので、布端が糸でこう巻かれてるっていうんですかね、こんな状態にしたいので、で、こっからザクザクも縫っていきます。こういう感じで、あのあれですね、生地と同じ色にしちゃったから分かりづらいですかね。こういう感じで糸が布端の上を通っています。で、この時にこうギュッと引っ張っちゃうと生地がキュッと縮んでしまいますので、まあ、引っ張りすぎない程度でも、ゆるゆるだと多分あの使ってる時にこうなんか隙間が開くみたいになっちゃうので、またあの糸の引き加減難しいんですけども、まああの今ある生地がこうキュッとならない程度に糸は引っ張ってください。で、手縫いですのでたまに返し縫いをしましょう。今ちょっと返し縫いしてます。ここに出てるんですけど少し戻ります。針目の半分ぐらい戻って、まあ、半返し縫いってやつですね。で、次の針に進むのに5ミリぐらいですかね、5ミリ間隔ぐらいでこう縫って2針進んで、で、半返し
針進んで半返しぐらいでどうかなと思います。あの針目の間隔やら糸の引き具合やらちょっと不安だな、大丈夫かなと思ったら、ある程度こう縫っていってからでいいので、よいしょ、縫ったらこう表に返してこうちょっと引っ張ってみてください。まあこれぐらいなら裂けないね、中が見えないねぐらいの引っ張り具合だったらいいかなと思います。この調子で端っこまで縫っていきます。で、注意していただきたいのは、せっかく柄があって柄合わせができる状況なので、このしましまが合ってるかなと確認しながら進んでいってください。はい、こちらが縫えました。では今度はこの部分、こことここを縫い合わせていきます。で、スタートがこの辺から縫いたいので、今半分で折れてますが、ちょっとこの縫い目が真下に来るようにこんな風に折ってください。で、縦にして、まあ、こんな風に何折りっていうんですかね、両側から2つに折ると、このさっき今さっき縫ったここの縫い目が出てきます。この縫い目を、縫い代は割った状態で合わせます。これとこれですね。よいしょ。で、縫ってない方はこう中にグイグイグイと押し込んで、縫った方が合うようにこんな風に中表で合わせてください。で、縫い代はゴロゴロしてしまうので割ります。割った状態でここを端から1センチのところを縫っていきます。で、もうすでに輪っかになっているので、まっすぐじゃなくてこう、まあ、こうカーブしていきますよね。なのでチク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 縫っていって、この辺ぐらいまで来たら奥のをこう持ってきて、よいしょよいしょと、でチク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 と縫っていきます。では縫い始めますね。縫い目のところ同士がきっちり合うと、まあ、ちょっと気持ちがいいので、まあ誰もそこまで見ないので自己満足の世界ですけども、まあ合わせつつで、私はこれぐらいだと待ち針は止めないでいいかなと思います。待ち針止めると外す作業が面倒なので、で縫い代はしっかり割って、後ろ側は見えないのでこう指で割れてるなとこの左手の中指で確認してます。確認しつつ縫い始めます。端から1センチ、この青い紺の印よりちょっと上ですかね、このあたりかな。もう分かりづらかったら、このラインがせっかくあるのでこの紺のところでも全然何でも構いません。お作りになる生地がこのストライプなのかちょっと分かんないですけど、もし案内線みたいにこんな風にボーダーであれば、その線通り縫った方が縫いやすいかもしれないですね。なので私その線通り縫おうかなと思います。はい。で、この縫い目よりもちょっと手前ぐらいから縫い始めましょうかね。で、最初は、抜けちゃった。ぐっと引っ張っちゃうと玉留めが多分抜けちゃうので、返し縫いします。一針して、よいしょ。返し縫いですね。あら。一度糸先がボソボソってなっちゃうと、に通りにくくなってしまうので、そういう場合はもう糸切っちゃってください。で、ペロンと舐めてやってもいいですし、私は面倒なので糸先を切っちゃうことが多いですかね。一針今縫いました。で、ちょっと返し縫いします。柄とか縫い代割れてるか確認しつつ縫います。で、この部分は生地が縫い代があって分厚いので、少し一針ごとに返し縫いしましょうかね。縫ったら半分変える、一針縫ったら半分変えるという感じでちょっと進みましょうかね。で、ここの
縫い目の割ったところ、ここは本当に、まあ、弱い生地がないところなので、今2回ほど返し縫いしちゃいました。でまた縫い代があるところは一針ごとに返し縫いしましょうかね。こんな感じで、はい、ここ今がっつり縫いました。で進んでいきます。で先がこう湾曲してカーブしているので、少しこう手でこの縫うところだけでいいので、ずっと先まではもう立体になってるっていうか筒になってるので縫えないので、縫うちょっと先までを平らにしつつ上の生地下の生地釣り合い見ながら縫っていきます。さっきみたいに2針縫って返し縫いしましょうかね。でカットソーの生地もまあ普通の不白の生地もそうなんですけども、縦よりも横の方が、生地が伸びるんですね。で今回作るのはこう手首に通してこう入れる時に横をよく伸ばしますよね。縦はそうでもないんですけど、横が伸びるのでここの糸を今伸びるところを縫ってます。でここをギチギチに引っ張るとこう生地は伸びる、糸は伸びないで糸が切れる可能性があります。なのであんまり縫ったらギューッと引っ張らずに、まあ、自然な状態で引っ張りすぎない、ゆるゆるすぎてもなんなんですけどもね、これ結構難しいなっていつも説明ができないですが、きつすぎずでお願いします。レジロンの糸はカットソーとか伸びる生地に使われる縫い糸なんですけども、これはこの生地と同じぐらい伸びるわけではないんですね。普通のスパンのミシン糸よりは多少伸びます。でもすごく伸びるわけではないので、伸びる生地にそんなには伸びない糸なので、この辺のなんかこう引っ張り具合が非常に難しいんですが、まあこんなもんかなと思ってやってみてください。はい、縫い進んで切って、ここまで来ました。ゴールがここです。縫い目のところです。ですがこれ最後まで縫ってしまうとひっくり返りません。ひっくり返し口がないので、なのでそうですね、私今5センチ6センチぐらい縫い残してます。この状態で一度針から糸を取ります。でこの縫い残しがある状態でひっくり返します。この穴からここを、まだ縫ってないところ、ここをギュッと伸ばすと生地がどんどんブイッと広がってしまうので、なるべくここは伸ばさないように穴がありますね。穴からこう残りのものをグッと押し込む感じで、ここは引っ張らないように、中のものをなんていうんですか、引っ張る、口はいじらずで、ひっくり返しましょう。まあどうしても引っ張られちゃいますけどね。はい、こうすると結構完成に近い形で出てきます。よいしょ、こんな感じですね。なんかパーツが小さいからすごい可愛いですね。はい、出てきましたね。で、ここがまだ縫われてないです。で糸がここにありますので、今中に入っちゃってからちょっと抜いちゃいますね。はい、でここを今度はこの字まつりしていきます。で、私あんまり気にしないんですけどね、さっき縫い代ここ割ったりしましたが、ここの部分は縫い込んだ時に完全に割ってるので割れてます。ただこの先中の方はまあ割れてるかって言ったらまあ割れてないです。この辺ぐらいまで手探りですると平らなので割れてますね。ここから先がなんかこっち行ったりあっち行ったりしてます。で気になる方はひっくり返す前に縫い代をしっかりアイロンで割っていただいて、それから返すとここの収まりがいいですね。
まあ私は案外というかかなりアイロンをかけるのをめんどくさがるタイプなのでかけませんが、はい。ではこの空いてるところを縫っていきます。針取ってしまったのでもう一度針通します。で、ここから閉じていきます。今まで並縫いをこうして着ているんですが、並縫いそのまましてますよ的な縫い方ですね。出来上がりで折ります。両方ともこう、まあ、なんとなくここでなじませて、まあ、出来上がりの感じにしたら糸が出てます。出てるところとぶつかるところ、反対側のこの折り山を通って、まあ、5ミリぐらいですね、さっきから5ミリぐらいで進んでるので5ミリぐらい進みます。で針を出したら今度こう出たところとぶつかるところの反対側に針入れて5ミリ進みます。すでにこれは折れた状態の並縫いみたいな感じですよね。これを、こうやって進んでいくのでコの字祭り、カタカナのコに似てますよね。でコの字祭りと言います。でこのままずっとコの字祭りで行ってもいいですが、私2針進んで1針、1回半返し縫いしてました。なのでコの字祭り上でも返し縫いをしたいなと思うので、このままこう進まずひっくり返してバックするので糸が出てるところとぶつかる反対が入ります。で5ミリじゃなくて5ミリの半分ぐらい戻ります。で針出して、でまたくるっと元に戻して進行方向ですね、糸が出てるところとぶつかるところに針を通して、で5ミリほど進みます。でまた糸が出てるところとぶつかる反対側のところをすくって進みます。こんな感じで、たまに返し縫いしつつ最後まで縫ってしまいます。で、反対向きにしますね、返し縫いするので。で糸が出てるところとぶつかるところ針入れて半分の幅ぐらいちょっと小さく戻る。でまた元に戻して進行方向に進んでいく、こんな感じですね。はい、スタートのところまで縫い進めました。でここでまあぶつかるから終わりでいいかなとちょっと思いがちですが、ちょっと重ねて縫います。この部分ですね、もう縫えてるとこですが同じところを縫って進みます。はい、では玉留めします。最後玉留めそのままするのではなくてちょっと返し縫いしてからがいいですね。玉留めの玉は本当に抜けやすいので一度返し縫いします。それから玉留めします。2回ぐらいで少しこれ今3ミリぐらい先に玉留めしてます。でさらにここで返し縫いしたいので3ミリぐらい出しました。で、少し2ミリぐらいですかね、戻って、でだいぶ先まで針先出して引っ張ります。そうすると玉がプチッといって中に入ります。で玉留めが外に出てるとこう摩擦で玉留めがほつれてきたりとかあるので、玉留めはできれば最後返し縫いをしてクッと引っ張って見えないところ裏側にプチッといって入りますので入れ込むといいと思います。で糸はもう切ってしまえば、はい、出来上がりです。こんな感じですね。はめてみますかね。あ、いいかもしれないですね。だいぶ年のせいですかね、本当にここに生地があるとすごくホッとします。あ、いい感じです。では同じように片方もやれば出来上がりです。はい、両方縫いました。これで出来上がりです。
今回の縫い方はいろいろな形で応用ができます。こちらはネックウォーマー、首に巻くものですが、こちらは、横に長いです。ただ縫い方は一緒です。縦を縫って、それからここを縫います。で、必ず最後は縫い残しをして、そこからひっくり返して、最後は手まつりです。で、今回はこれと比べてもお分かりと思いますが、横がすごく短いです。で、手縫いで縫いましたが、ミシンで縫う場合同じなんですけども、ここのくるっと回るところを縫うときに、ミシンだとちょっと難しいかもしれないです。距離が短いので、この短い距離を合わせながらこう引っ張り手繰り寄せながらやる感じになるので、例えばこの縦の長いところだけミシンをして、ここの手首周り短い距離は手縫いでもいいかもしれないです。やり方いろいろ考えてやってみてください。で、これがもっと細くで長くして作るとシュシュができます。シュシュは最後に、中にゴムを通します。出来上がりサイズのゴムをキュッと通すと、これがキュッと縮まって、シュシュになるわけですね。そんな感じで、この縫い方、初めに縦を縫って、次にこう横を縫うっていう形で、筒状のもので前も後ろも生地があるっていう形は、この形を応用すれば、縫い方を応用すればいろいろ作れますので、皆さん試してみてください。今回のアームウォーマーの縫い方は難しかったでしょうか。袖口のところにレースを挟んだり、フェイクファーを挟んだりしても可愛いと思います。いろいろアレンジしながら洋裁を楽しんでいってください。ではまたお会いしましょう。